サスケ、どこだ？ナルト、私の一生のお願い、サスケくんを、サスケくんを連れ戻して。おいサスケ、戻ってこい。みんな心配してんだぞ。もしこのままサスケを見失えば、僕たちはあいつの言う通りバカな隊長とただのカスどもになっちまう。分かってる。それにあいつらには負けやしねえだろ。さくらさんに約束したでしょう。約束は守ってください。サスケ、聞いてんのか？戻ってこい。みんな命がけでお前を追ってきたんだぞ。何笑ってんだよ。お前は俺よりいい目を持ってる。サスケは今闇の中にいる。サスケを助けられるのはお前だけだ。ネジ、おめえの言った通りだった。サスケ、力づくでも連れ戻す。今度はお前か。さくらにも言ったが、俺は木の葉の里を捨てた。もう俺に構う。知ってんだぞ。オロチマルのところへ行くんだろ。奴の目的を知ってんのか。お前の体を入れ物として欲しがってる。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。お前には分かんねえだろうがな。分かってるってばよ。知ってるミスミス、お前の命を無駄にできっか。命を無駄にだと。そいつは仲間とつるんで平和ボケしていた時のことだ。お前らに頼りすぎて俺もすっかり弱くなった。だからオロチマルのところは奴に力をくれる。生きて帰れねえかもしれねえんだぞ。行かせるかよ。じゃあ仕方ねえよ。渾身の術。なかったのかよ。いや、無意味じゃ。だからこそ今ここにこうしている。お前最も親しい友だ。お前はさらなるシャリンガン、万華鏡シャリンガンを開眼し得る数少ない者の一人。ただしそれには条件がある。最も親しい友を殺すこと。俺のように友になった。だったらなんで？だからこそお前には倒す価値が。サスケ、わかんねえよ。なんかわかんねえけど、俺を倒そうってのは本気みてえだな。渾身の術！
れるんだってばよ。お前の手足を折ってでも止めてやら。戦ってやる、対等にな。だがお前は俺の額に傷一つつけることすらできやしない。強くなる。そしてあんたを倒す。だがあんたのようにはならない。遅かったか。